皆さんおはようございます。時刻は5時過ぎです。今私は北海道にいます。で、私の後ろは芦別岳っていう山の登山口になります。今回私が200名山の一つである芦別に登っていきます。で、芦別はね、登山ルートは2つしかありませんけれども、9度と新度とあります。でですね、景色がいいのは9度らしいんですけど、新道の方が人は通っていてよく整備されてて安全なので、今回大変悩んだんですけれども新道を往復することにしました。本当は旧道から入って新道から戻るのが一番きれいらしいんですけれども、なかなかね、道も荒れてるらしくて、クマさんも結構出るみたいなので、やめておくことにしました。なので今回は新道を往復します。で、振動もね、簡単というわけではありません。この登山口から片道 4,5 時間ぐらいかかるようで、で、帰りもまあまあかかります。はい、というわけでね、今回の北海道遠征は今年2回目なんですけど、実は3回目も予定されてます。で、2回目遠征の初の登山になります。明日も登るんですけど、とりあえず土曜日は、はい、この芦別に来ました。というわけで今日はですね、友達の友達と登ることになりましたけれども、こんな感じでちょっと2人で登っていきます。29歳と74歳で今日はですね、頑張っていこうと思います。では登っていきましょう。というわけで出発から2時間ちょいですけど、今標高が1300ぐらい、なんだかんだ1000メートル近く標高上げてきました。で、相手の方はね、結構リョンタについていく自信がないとかさ、ずっと言ってましたけど、まあちょっと息はちょっと重いんですけど、全然ね、元気に上がってくださっています。ただし天気がね、ちょっと微妙で、まあこの後晴れる予報ではありますけど、ずっとガスガスで、なんか私の髪の毛もよく見るとこんなんでこう濡れてるんですよ。で、2時間もずっとカメラ回せなかったのはね、それはもう本当に何もこれっていうのはなくて、もう鼻ちょくちょくあったけど、なんかね、撮れ高的にはあまり何もなかったというか。で、この後稜線に出るから、まあそこに出ちゃえばきっと景色は良くなるはずですけど、そこまであと15分ぐらい。はい。ただまだガスが、こんな感じで、ガスが抜けてないから少し困っております。はい。調子どうですか？順調？登山道はね、こんな感じでございます。なんか、気持ちいいんだけど、こう皆さんに動画として紹介する分にはどうかなってね。はい、クマさんは出ていません。で、フクロウの声がすごい。フクロウさんってね、大きな鳥だからさ、すごい声出すんだよねって思いながらずっと歩いてます。まあ、登山道はずっとこんな感じで、で、踏み入れの箇所はなく整備は行き渡っています。はい、倒木ありますけど、そこについても、まあ、ここはね、塞がってないし、塞がってもね、ちゃんと処理はされてて、歩けるようにはなっています。よし、ちょっとじゃあ、植物もなんかさっきに比べれば薄くはなったんだけれども、もうすぐ森林限界かな。というわけで出発から3時間でこの半面山というところに着きました。最初のピークですね。ここにクマの鈴があるからちょっとやってみるよ。もはや自分の頭が痛くなるぐらいですけど、福
こ標高が、1400弱ぐらいですね。なので、山頂まではあと300メートル強ぐらいですね。高低差としては。まあ、うん。1時間と40分とか、それぐらいで行けるかなと思うんですけど、今、時刻は8時20分で、まあ、10時頃には、山頂着くかなーっていうところでございます。で、今のところまだ晴れてこなくてですね、ちょっとね、寂しいんですけど、まあ、だいぶ雲が薄くはなってきて、たまに太陽出てきたりもするので、希望は捨てていません。ではですね、ちょっとそこに私が行きます。もう、登山道がね、ここなので、多分標準でも、もうここからあと1時間と40分ぐらいです。では、そろそろ森林限界も来ると思うし、まあ、楽しみながら歩いていきたいと思います。行ってきます。あ、でもいいね、ここ。なんか、いいね、雰囲気。あ、でもちょっと岩見えてる。うわぁ。ガスもあるが、そこ。すごい岩だ。あと、屏風岩だ、これ。すごいね。すごいね。あ。そこが多分、本舗じゃないけど、もう一個手前のピークだ。というわけで時刻は8時40分ですけど、ちょうど半面さんから出発するとね、花がいっぱい咲いてます。で、これ名前わかんないんですけど、めっちゃ可愛い。しかも結構大きいですね。こう手をこうかざすと。結構大きさもわかると思うんですけど。なんか可愛い花が、5、6種類ぐらいはもう見てます。あとね、この黄色いお花だったりとか。はい。ちょっと動物に食われてるようなんですけれども、あとね、まあこれも終わりかけですけど、この、花の立派な木もあります。なんかね、気持ちいい。で、天気はだいぶ回復してきて、今ガスが取れています。もう少ししたら晴れるんじゃないかな。まあ私はそう信じたいです。では、そろそろ再出発します。こっから山頂まであと1時間と5分だそうです。結構近い。で、この後本当に晴れそうだからね、楽しみにしてます。では行きます。よいしょ。うわ、意外と狭かった。
分ですけど、ここが山頂かと思うんですけど、見えておりません。もうって感じですけど、まあ前に進むしかありません。人生ってそういうもんだからね。晴れてなくても進むんだよってなんて自分に聞かしてます。でも花はすごいです。これはまた何やろうね。残念ながらまだ見えていません。今ね、もう山頂直下なんですけど、花がもうすごくて、はい、あそこもほら、こう登山道の脇にね、いろんな種類咲いてて、もう15種類ぐらい多分あったと思いますね。みんな可愛い。この黄色い花結構大きくてこんな感じで、登山道はこれ本当山頂直下で、山頂まであと20分ぐらいなんですけど、こんな感じで、実は森林限界がなかったという。もうちょっと上かな。というわけですぐ眩しいんですけど、あと出発から4時間半、もう山頂直下で今景色がだいぶ見えてきました。だいぶじゃないけど、あの天気がだいぶ回復してきて、さっきよりかは見えてます。眩しくなって何も見えまへん。今ねこんな感じで歩いた道が見えてきました。綺麗ですね。すごい。ちょっとずつね本当に。でも花すごい、この山。ほら、そこも、ここも、全部、お花です。私、春女かも。じゃじゃーん。山頂直下で、やっと青空が見えてきましたわ。山頂でちょうどお昼食べてたら、晴れるんじゃないでしょうか。ね、こんな感じですね、今、空が。というわけで、今私は芦別の山頂にいます。これで300名山が157座になりました。でちょっと景色見えたり見えなかったり、変わりやすい天気にはなってるんですけど、今割と見える方ですかね。で結構ね、今日は土曜日で人もそれなりにいて、みんなこう元気で、はい、はしゃいでいます。で私はご飯食べてちょっと休んで、まあ、もうちょっとだけ粘って景色見ようかなと思うんですけど、やっぱり下りもねあるので、まああと30分で山頂出ようかなと思います。もう40、50分ぐらい過ごしましたけどね。はい、ではですね、ちょっと見えたり見えなかったりするんだけど、山頂からの景色をお届けします。
晴れて何で眩しいっていうやつです。このお肉を食べたいと思います。まぶしすぎて本当に見分けられない。赤飯ですね。なんかこういうの食べたこと実はなくて、赤飯のおにぎりは初めてで、なんかめっちゃピンクなんやけど、これ北海道作ってるからまあ美味しいんじゃないかなと思います。お米も北海道のです。いただきます。というわけで山頂での時間は楽しいですが、帰らなきゃいけないからそろそろ帰ります。でね、ちょっと見えたり見えなかったりはするが、もうここ結構絶景で岩がかっこいいのでずっと見てます。結局ね、一番晴れたのは帰りの時で、この後もっと晴れるんですよね。まあそういう日もあるんです。というわけで無事に帰ってこれました。多分かかった時間が8時間半とかそれぐらいなんですけど、はい、今日もゆっくり歩いて、最後しかも天気もこういう風にね良くなっていい感じです。でまあまあ大変なお山でした。累積標高差が 1600m ぐらいあって、まあ、ちょっと大変かな。で今日は息はほぼ景色見えなくて、それもそれでね、あーって感じだったんですけど、山頂では晴れて、まあ、全部一気に360度ってわけじゃありませんが、景色は見えました。で下りで晴れてもっと見えたし、でまあ降りたらめちゃくちゃ晴れたから、それもそれでいいんじゃないかなと思います。今は少なくとも周りの景色が見えています。で足別だけはいい山でした。もう少し景色は見たかったんですけどね。で今度もし来る時があれば9度から行こうと思います。で今日9度から入らないのは正解でした。なぜかというと、お昼過ぎまで晴れていなくて9度から入ったとしても、足別だけが槍ヶ岳のような形には見えなかったからです。はい、他にねそこから来た方はいましたが、まあ、聞いたら、いや見えなかったんですよっておっしゃってましたというところですかね。まあ危険箇所はありませんが、ちょっと体力必要なので、皆さんもね注意して臨んでみてください。で私はねちょっと汗かいちゃったからお風呂行ってきます。今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。